皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と萌衣です。本日はですね、はい、毎月恒例になりつつあるんですけれども、はい、早慶志望の方が7月に終わらせてほしい勉強基準というところをですね、うん、各科目をお話ししていければと思ってます。7月ってやっぱりもうそろそろ夏休みも始まるし、うん、どれぐらい終わらせれば早稲田慶応受かるんだっけって思ってる方多いと思いますし、今何やればいいか分かんない方っていうのも多いと思うんでね、この動画をぜひね参考に皆さん勉強の方を進めていってもらえればなと思ってます。ただですね、この動画内ではあくまで参考程度にこれやればいいよっていうので十数冊参考書の方を紹介させていただくんですけれども、特に早慶志望になると今の進捗って結構バラバラじゃないですか。そうですね、うん、なんで個人個人に合わせたね勉強計画作ってほしいよっていう方も多いと思います。そういう方向けにですね、現在逆転コーチングでは無料受験コーチングという早稲田慶応合格から逆算して今何をするべきなのか、受験のプロがマンツーマンで週単位1日単位で勉強計画を作成しております、はい、こちらかなり枠数限られているので、もしね少しでも興味あるよって方はですね、 YouTube の概要欄の公式 LINE の方をチェックしてもらえればなと思ってます。待ちしてます。はい。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチングということでね、うん、今おっしゃっていただいたように、はい、早慶って大学内でも学部によって他の大学やないかいっていうぐらい問題傾向も違ったりするので、うんうん、はい、やってくることっていうのはね買ってきたりもするんですけれども、うん、はい、まあ、あくまで本日はまあ共通してこのレベルにしておいてほしいよね、うん、みたいなところをいろいろお話しできればと思うので、うんうん、もしねすでにある程度レベルが高くなってきてたりだとか、うんうん、自分の行きたい学部に合わせて教えてほしいみたいなところがあれば、うん、はい、今お話しした無料受験コーチング来ていただければなというふうに思います、はい、じゃあ、 まあ英語から早速いければと思うんですけれども、はい、早慶志望の方が7月にまあここまで終わらせておいてほしいっていうところ、うんうん、英単語からいくとどのようなラインになってきますかね、はい、英単語で言うともちろん皆さん1冊目でやっていたシスタンとかターゲットっていうのは完璧ですよねっていう前提のもと、うん、はいはい、2冊目の単語帳に入っているのが理想かなと思ってまして、うん、おすすめで言うと速読英単語の上級編ですね。こちらがおすすめで、最近やっぱ人気なのが EX の準1級ですね。こちらも結構人気ですよね、はい、そうですね、うん、このあたりをまだ完璧に覚えてるっていうのは結構厳しいと思うので、うん、ちょっとずつねこう回し始められているっていう状態だといいかもしれないですね、はい、うん、単語はこのような形で、うん、英熟語はいかがですかね。英熟語に関して言うと個人的なおすすめ2冊あって、はい、速読英熟語か解体英熟語ですね、こちらがおすすめですね。なんか理由とかちなみにあったりしますか。速読英熟語に関して言うと英語長文もセットで覚えれるっていうところで、うん、やっぱ速読力の強化をできるっていうのが1個おすすめポイントで、うん、解体英熟語に関して言うと、まあ熟語だけで1000熟語近く掲載されているので、早慶に出てくるような語彙レベルまで網羅してるっていうところを踏まえると、この2冊のどちらかがおすすめかなと思ってます。ちなみに自分は受験期両方やってました。本当ですか。回す用とちゃんと覚えてるか確認する用だったので、うんうん、なるほど、そのぐらいやってもいいのかなとも思ったりするので、うん、そうですね、はい、熟語もしっかりやりましょう、うん、単語熟語ときたので、うん、続いて文法ですね。こちらいかがですかね。こちらなんですけれども、まあ、もちろん大前提ねポラリス英文法とか終わっててネクセヴィンテージとかある程度完璧っていう前提のもとをおすすめすると、桐原のね品性文法五法線っていった昔からかなり人気のシリーズですよね、はい、こちらを一周は終わらせてほしいなと思ってます、うん、間違いないですね、うん、最近文法の単独問題がそこまで多くないじゃないですか、はい、だから品質線必要なのっていう人もいると思うんですけど、うんうん、これはやった方がいいですかね。なくても確かに読解メインで強化して戦える人もいるんですけれども、うん、やっぱ文法ってね最終的に合否分ける部分で出たりとかするんでね、うん、やっておいて絶対損はないですよ。間違いないですね、うん、で自分も何百人ってこう毎年見てて、うん、品質線がちゃんと秋ぐらいの段階でもう完璧ですってなってる人と、うんうん、そうではなくて読解メインで文法はこうちょこちょこポラリスとかをかいつまんでやってる子で見てみると、うんうん、前者の方の方がですねやっぱ安定してるんですよね、うん、過去問とかに波がないと言いますか、うん、ってとこがあるので、うん、品質線まではできればちゃんとやってほしいなと思ってます、うん、レベル高いんですけど、うん、単語熟語文法はこのような形でやりましょうと、うん、でまあ次ね長文に行きたいとこなんですけど、はい、まあ逆転コーチングは英文解釈っていうね、うん、読解の一文一文読む練習もちゃんとしましょうっていう風に言っているので、うん、いつも通り行きますと、はい、英文解釈は7月中にどこまで行ってればいいですかね、うん、こちらもね一個基準をお伝えすると、今から言う参考書全部終わらせてほしいなと思ってまして、うん、まずですね肘の読解のための英文法、はい、入門英文問題成功、はい、英文10個上英文10個下ですね、はい、7月中にここまで全部終わらせろってとこですね。そうですね、うん、ここまで終わってる子って大体マーチレベルの英文全
全部読めるんですよ。なんでマーチレベルの英文を1個読めているかどうかって、この夏ね早期受かるかどうかの基準になってくるかなと思ってて、特に解釈だったら10個ね下位ぐらいまで終わってて、もうやっとポレポレ入れるようなみたいなランクにね持っていきたいですね。そうですね、うん、なんだかんだ早期受かる人って、うん、マーチの過去問7月はちょっと早いですけど、うんうん、8月中になんか合格点近く出したりしますもんね、うん、そうなんですよ。なので解釈としては10個の上下を終わらせて、うん、ポレポレに8月から入れるぐらいのレベル感にしましょうっていうのが1個の目安ですかね、うん、そうですね、そこまでいったリソースね。ちょっと心くじけかけてる人もいるかなと思うんですけど、まあ、あくまで今回はですねこれいけてたらいいよねっていうラインでして、うん、今お話ししているラインに到達しなかったら絶対受かんないってわけでは全くないので、うんうん、あくまで順調な人のペースでこんぐらいなんだっていう認識を持っていただければと思います、はい、まあ、長文でいきますと参考書ペースで言うとちょっといろいろあって難しいと思うので、うん、基準みたいなところで言うと、うんうん、こんぐらい目指せみたいなのありますか。こちらで言うと共通テスト英語で140点ぐらい取ってほしいですよね。おー、リスニングめでて、はい、なるほど。早慶受かる子って毎年その共通テスト対策しなくても9割とか取るじゃないですか。180点ぐらい絶対取ってるんですよってなった時に、夏の時点で逆算したらだいたい140ぐらいが理想なんじゃないかなっていうところになりますよね。こういうこと言うと、うん、180点なくても受かったしみたいな人が出てくるんですけど、うんうん、はい、まあ、そういう人もそれはいますよ。あくまで基準として言うと8割後半からね9割ぐらい取る人が結構多いところがありまして、うん、で逆算すると今7割取れてるといいよねっていうところで、うんうん、1個皆さんにもやっぱ安定して受かってほしいので目指してほしいなと思いますね、はい、ここ数年やっぱ早慶の入試って本当に難易度なんかしてて受かるの本当にむずいんでね、このぐらいまでは言っておいてほしいかなっていうラインになります。早慶の穴場学部とか動画出したりするんですけど、うん、正直穴場学部なんてないみたいな、ないですこれありますからね、はい、早稲田の教育も慶応の分とかもめちゃめちゃ難しいので、うん、ちゃんと固めていきましょう、うん、っていうのがまあざっくりね英語のね進捗というか、まあ、ここまでやっていたらまあ理想だよねっていうラインになりました。そうですね、はい、はい。まあ、冒頭でもお伝えしたんですけど、個人個人ね今やってる参考書が違うかったりだとか、予備校の参考書を使ってますよっていう子もいると思うので、もしね個人個人に合わせた勉強計画作ってほしいよって方はですね、うん、無料コーチングやってるのでね YouTube の概要欄の公式LINEの方をチェックしてほしいなと思ってます。はい、お願いします。はい、じゃあ続いて国語の参考書を移っていければなと思うんですけれども、はい、まあ、国語はね現代文古文漢文が早稲田だったらあったりだとか、うん、慶応だったら小論文ですよね。そうですね。でちょっと話変わってくるかなと思いますと、両方まず使うであろう現代文からお話できればなと思うんですけれども、はい、現代文に関して言うとどの辺まで割っといたらいいなみたいな理想あったりしますか。早慶志望の皆さんなんで、うんうん、基礎は固まってる前提でいきます。もし基礎が固まってない方がいらっしゃいましたら、はい、別のこうマーチ向けの方の動画とかを出しているので、うん、そこで基礎の部分は見てほしいんですけど、早慶の方に向けて言うと、うん、6回6の開発講座を3週ぐらいもうして、うんうんうん、これは卒業できますっていうレベルにしてほしいなと思ってまして、うんうん、なんでかっていうと、はい、早稲田はもうシンプルに読解力がめちゃめちゃ高い能力を求められるじゃないですか、うんうん、はい、でもうこの時点で開発講座まで行きたいですと、うんうん、で読解力の開発講座はですね要約が絶対に求められるんですよね、うん、そうですね。慶応の小論文ではですねやっぱりそもそも要約きちんとできないと始まらないみたいなところがあるので小論文の基礎にもつながってくるので、うん、慶応の方もですね早稲田の方も開発講座っていうところはきちんとやってほしいなと思ってまして、それが卒業できますっていうぐらいまで7月末に目指したいですね。皆さんくじけるであろう開発講座をもう完璧にするっていうのがやっぱりそうですよね。一周目でね結構心折られる人多いと思うんですよ。確かに。なんですけど、うん、なんとか何回かやって乗り越えていこうってとこが一個目標ですね、うん、開発講座はね 1,2 週で完璧になるような参考書じゃないので、うん、3週4週5週って回して本当に完成度上げていってほしいところですね。そうですね。全然正直夏の間開発講座ずっと完璧にするために頑張っても大丈夫なんですけど、うん、1個の基準としてちょっとオーバーにお話させてもらいました。はい。続いて古文ですよね。古文に関して言うとどの辺までやっといたらいいよみたいなところあったりしますか。そうですね、はい、まず古文単語で言うと、うん、300ワードレベルの単語帳であれば全部覚えておきましょうというところが一つ、うん、で文法とか読解もいろいろあると思うんですけど、うん、1個の基準でいくと共通テストの古文で7割以上を安定して取りたいなっていうところが正直なところですね、うん、はい。やっぱ早稲田受かる子ってこの時期協定レベルだったら7割ぐらいいってますよね。そうなんですよね、うん、意外といってる人って多くてですね、うんうん、まあ、レベルで言うと、うん、単語文法とかももう終わっててですね、うんうん、読解も簡単なところは終わってポラリス2とか、うん、有名次第古文とかに取り組めているっていうようなレベルですかね、うんうん、そうですよね、うん、まあ、ここまでいったらだいぶ安心できますよね。そうですね、うん、1個ここを目標に頑張っていただけると、はい、ペースとしてはいいかなと思います。っていうのがまあざっくりと現代文古文で、ね、まあ、やっぱり漢文いつ入るんだっけとかまだやってない子の方がもしかしたら多い可能性もありまして、うん、漢文っていかがですかね。漢文はねもうちゃんと7月から入っていきましょうっていうところが1個ありまして、うん、はい、やっぱり7月末とか8月の模試ってなってくると、はい、総合
考力でね、ちゃんと偏差値見て志望校とかも決めていきたいと思うので、漢文やってないから点数低いですとか言いたくないと思うんですよね、はい、なので漢文に関しては早覚え即答法ですね。これもうずる昔からある最強の一冊みたいなところがあるので、7月中にこちら結構すぐ回せるものなので、1、2週ぐらいは回していただいて、回していただくとね、共通テストで6、7割ってところも見えてくるかなと思うので、1個を基準に早覚え、1、2週やるっていうところを提示したいなと思います。ここまでやっといたら本当に早稲田志望の方ね、有利かなと思ってます、まあ、英国結構これレベル高いこと言っちゃったんですけど、受かってる人の平均取ったら、なんならもっと進んでてもおかしくない、そうですよね、と思うんですよね。もう過去もやってますって子もジョイしそうだって言いますもんね。そうなんですよ、以前早慶合格者が多い出身高校の動画を出してたじゃないですか、出しましたね。本当に安定して受かってくるとか、早慶受かる人の中でも平均より上の人っていうのは、もうすでに偏差値も70とか全然ありますし、過去も回してる層っていうのは多いので、確かに厳しく見えるかもしれないんですけど、これぐらい目標に頑張ってほしいなと思ってますね。ちょっと長くなって恐縮なんですけど、最後選択科目ですね、全部言うと時間がなくなっちゃうので、一個目安みたいなところを提示できればと思うんですけど、7月末でどれぐらいのレベルまで到達していればいいですかね、めっちゃ理想で言うとこのシリーズ飽きたよと思うかもしれないんですけれども、第2回の前頭模試の範囲で9割ぐらい取ってほしいかなと思ってます。これまでやってきた部分はほぼ完璧に強手レベルだったらなってるよっていうところを目安にって感じですかね、そうなんですよ。やっぱりね、特に早稲田なんですけれども、日本史とか世界史のレベルって本当にえげつないレベルのものが出てくるので、共通テスト取れませんとかだった人が戦えるわけがないですし、特に早稲田ね、標準偏差で本当に1科目でもね落とすと合格できないんでね、ってなった時にこの社会は共通テストレベルで言うと 90% ぐらい のレベルまで追い上げてほしいなと思ってますね。全体範囲じゃなくて、あくまでその第2回の前頭模試の範囲でっていうところなので、そこまできちんと詰めていただきたいですね、でもちろん早稲田受かる子とか毎年見てると、この時期全然社会科目はダメで、ただまあ英国は得意で最後社会詰めて受かった子とかもいるんでね、あくまで1個目安になってて、ここまで行ったら順当だよっていう話でね言ってますと。なんでまだまだ合格自体は全然狙えるし、9割なくてもね受かってる子っていうのは毎年いるので、ただ1個目安としてお伝えさせていただいたといった形になります、自分たちで話しながら結構むずいなとかも思ったりはしたんですけど、何回も言う通り、受かってる人はここまで終わってるよっていうところがやっぱあるので、1個基準に皆さんも気合入れてね、夏迎えていただけたらなと思います、でもしかしたらね、この動画見てる方の中には、今こう大手予備校に通ってるけど全然成績伸び悩んでるとか、何したらいいか分かってないわみたいな子って多分多いと思ってますと。で、例年ですね、逆転コーチング自体が7月8月で本当に予備校伸び悩んでどうしようってなって、結構もう最後の駆け込みできて、そっからね早稲田とか経営受かる子って多いじゃないですか、で今何したらいいか分かんないまま進めてもね、難しい部分はあるかなと思うので、もしね早慶合格のための勉強計画立てながらマンツーマンで進めていきたいよって方はですね、ぜひね逆転コーチングの塾に関してもご検討いただければなと思っております。はい、お待ちしております。という形で本日の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。